今搭乗口にて11時50分を予定しております。はい、それぞれのお客様同士の間隔を保つため、ご搭乗は初回のみでご案内いたします。それぞれのご案内までお確認になってお待ちください。はじめに、生活として、お手伝いを希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて、搭乗券または搭乗案内に記載されているグループカード搭乗にご案内いたします。まずグループ1、並びにグループ2としてダイヤモンド、JCC プレミア、メガント、サファイアパライン、ザルグローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後、この後をつけるためグループ3の座席番号50番以降のお客様をご案内いたします。続いて、グループ4の座席番号10番以降のお客様をご案内いたします。最後にグループを含めた全てのお客様をご案内いたします。プロポーズ上の指示により飛行機はお客様全員の出席を確認後終了いたします。機内に入られましたら速やかにご自身をお進みになりシートベルトをお使いください。搭乗前に補助室のご利用や移動先のご準備をお済ませくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。本日こちらの営業を担当いたしますのは大型でございます。全体を通されるお客様はどうぞ順番にお知らせください。今日もワーバンザーライアンスメンバーエコ航空をご利用いただきましてありがとうございます。Thank you.
お膝の上のお子さん